誰でも頭脳のスーパーヒーローになれる。年齢、出自、学歴、性別、経歴に関係なく、すべての人がリミットを超えて進歩できる。こんにちは、本解説チャンネルのサムです。今回はジム・クイックさんが書かれた、リミットレス、超加速学習、人生を変える学び方の授業という本を解説します。本書では世界の一流企業や一流大学で使われている超効率的な学習方法について学ぶことができます。ですのでビジネスマンや学生など成長を志す全ての人にとっておすすめの本です。本書のタイトルであるリミットレスとはどういう意味でしょうか。リミットレスとは直訳すると限界がないとか限界を超えるという意味です。本書ではそのようなリミットレスになる方法、つまり自分の能力の限界を超える方法について解説してあります。本書の著者ジム・クイックさんは脳の最適化や効率的学習の専門家です。ジム・クイックが指導しているのは例えば Google、Nike、SpaceX、国際連合、ハーバード大学、カリフォルニア工科大学、また多くの起業家やハリウッドスター、プロスポーツ選手などなどです。いや、ラインナップが豪華。国際連合に指導するってどういうこと?という感じですよね。はい、ではとりあえずいつも通り最初にこの動画の結論を言っておきます。結論、自分の限界を超える能力を発揮するには3つのリミットを外す必要がある。その3つとはマインドセット、モチベーション、メソッドの3つである。というわけでこの動画では1、マインドセットを変える、2、モチベーションを変える、3、メソッドを変えるという順番で解説していきますので、ぜひお楽しみください。1、マインドセットを変える。まず前提として自分の最大限の能力を発揮する、もしくは限界を超えた能力を発揮していくためには3つのリミットを外す必要があります。その3つとはマインドセットのリミット、モチベーションのリミット、メソッドのリミットです。マインドセットとは考え方とか心の持ちようのことで、マインドセットのリミットとは自分の能力や可能性に高い期待を抱けないことです。次にモチベーションのリミットとは意欲や目的が足りないせいで行動を起こせないということです。そして最後にメソッドのリミットとは成果を得るための効果的な手段を知らない、もしくは実践できていないことです。高いパフォーマンスを発揮するためにはこれら3つのリミットを外す必要があります。というわけでこれら3つのリミットを外す方法について具体的に見ていきます。まずはマインドセットを変えるということについて、マインドセットとは考え方とか心の持ちようのことです。能力の限界を超えていくためにはまずはこのマインドセットを変える必要があります。どのようにマインドセットを変える必要があるのか、これは自分には限界があるという思い込みを打ち破るということです。固定観念を打ち破るということです。どうせ俺なんてとか、やってもできないとかって思うから本当にできない、そういうふうにジム・クイックは言います。ネガティブな固定観念は払拭する必要があります。この固定観念を排除しマインドセットを変えるという部分については本要約チャンネルさんの方でりょうさんががっつり動画で解説されているので、僕のこの動画では割愛させていただきます。本要約チャンネルさんの動画で学ぶか、もしくは実際に本書を読んで学んでみてください。というわけで僕の今回のこの動画では主にモチベーションとメソッドの方を詳しめに解説していきます。はい、というわけで2、モチベーションを変える。モチベーションが高くないと大きな成果は出せません。いやいややっていても成果は上がりませんよね。じゃあどうすればモチベーションは高まるのか、今回の動画では本書から3つのポイントを抜粋しました。この3つのポイントについて解説していきます。その3つのポイントというのは1、心に火をつける目的を見つける、2、脳の燃料補給とメンテナンスを行う、3、習慣を味方につける。この3つのポイントです。ではそれぞれ掘り下げていきます。というわけでまずはポイントの1つ目、心に火をつける目的を見つける。心の底からやりたいことであればおのずとモチベーションが湧きます。ですので心の底からやりたいことを見つける必要があります。じゃあどうすれば心の底からやりたいことに出会えるのか、方法は主に2つあります。その2つというのは自分の価値観を明確にすること、そして積極的に新しい経験をしてみること。この2つが主な方法です。まずは価値観を明確にするについて、自分の人生において重要なことは何なのか、何が一番重要で何がそれほど重要ではないのか、例えば自由、お金、仲間、家族、趣味、仕事、世の中はいろいろな価値観で溢れていますが自分はどうなのか、これを明確にしていく必要があります。そうでないと大きなモチベーションは生まれません。なぜ仕事で昇進したいのか、なぜ幸せな家庭を築きたいのか、なぜお金持ちになりたいのか、
自分の生きる目的や人生の価値観を深掘りする。そうすることでこそ大きなモチベーションが育まれます。このような価値観の見つけ方ということについては、以前メンタリスト DAIGO さんの超客観力という本の解説動画でがっつり解説していますので、そちらを参考にしてみてください。そしてもう一つの方法としては、積極的に新しい経験をしてみることです。じっとしていても、毎日同じような日々を送っていても情熱は見つかりません。情熱を見つけたければ、新しいことを経験したり、新しい環境に身を置いてみる必要があります。そうする中で、自分の心に火をつけるものを自分から能動的に探すことが必要です。以上の価値観を明確にする、積極的に新しい経験をする、これによって心に火をつける目的を探しましょう。では次にポイントの2つ目、脳の燃料補給とメンテナンスを行う。そもそもモチベーションはどこで湧くのでしょうか？答えは脳です。モチベーションは脳で湧きます。具体的には、脳内でドーパミンという神経伝達物質が分泌されることで、私たちはやる気や活力を得ます。でもってドーパミンなどの神経伝達物質は、十分な栄養を原料にして作られます。例えばドーパミンの場合、チロシンやフェニルアラニンというような栄養素をもとに作られます。とにかく脳がうまく働くためには、脳が必要とする栄養をしっかりと摂る必要があります。そして本書では、特に脳の働きを良くする食品、これを10個厳選してピックアップしてあります。それがブレインフード10選です。ブレインフード10選は以下の10品です。水、アボカド、ブロッコリー、緑の葉物野菜、ブルーベリー、卵、魚介類、ここは特にサーモン、イワシ、キャビアです。そしてダークチョコレート、クルミ、ターメリック、この10品が本書で紹介されているブレインフード10選です。まあどれもいつも僕がこのチャンネルで紹介しているような食品ですよね。結局この辺が脳にいい食品なんですよね。これらのブレインフードを積極的に摂ることで、脳の燃料を補給することができます。そしてこの脳の燃料補給が脳機能向上には必要です。ぜひ少しずつでも取り入れてみてください。では続いては脳のメンテナンスについてです。脳の燃料補給と同様に重要なのがこのメンテナンスです。能力を遺憾なく発揮していくためには、脳をメンテナンスし、脳がよく働く状態を作っておく必要があります。このメンテナンスの具体的な方法としては、以下のようなものがあります。十分な質と量が確保された睡眠、適度な運動、ストレス解消、綺麗な環境、ここは特に空気が綺麗であることや、物が散らかっていないということが大事です。そして良好な人間関係、これらが脳のメンテナンス方法です。このあたりが整っていることで、脳はよく働きます。まあどれもこれもいつもチャンネルで話していることなので、今回は割愛しますが、結局睡眠、運動、食事、ストレスケア、環境、人間関係、このあたりが私たちに与える影響は相当大きいということです。以上の脳の燃料補給と脳のメンテナンス、この両方を実践することで、脳がうまく働く状態を作ることが必要です。では続いてポイントの3つ目、習慣を味方につける。習慣がものすごく大事だというのはいつも話す通りです。習慣がその人を作ります。脳の性質上、習慣こそがその人そのものです。ですので、何か目標を達成したいのであれば、習慣を最適化することが最重要です。もうこれらについては過去の動画でがっつり解説しているので、そちらをチェックしてみてください。そこで今回の動画では、朝のルーティーンについて本書からピックアップして解説します。朝のルーティーンは結構大事です。ここでは著者の大体の朝のルーティーンを紹介します。著者のジムクイックさんは、毎日このルーティーンを全部やっているわけではないけど、出張とかじゃない限りおおよそ毎日やっているらしいです。というわけで、これがジムクイックさんの朝のルーティーンです。ベッドを整える、水をコップ1杯とセロリジュースを1杯飲む、利き手とは逆の手で歯磨きをする、3分間の運動、その後冷水シャワー、その後は呼吸のエクササイズ、20分間の瞑想、その後はブレインティーを入れる、日記を書く、その日の目標を決める、そして30分間の読書、その後スムージーを作って飲む。以上がジムクイックの朝のルーティーンです。いや長い、朝のルーティーンどんだけ長いねんと僕は思いました。まあこの辺は好みとかライフスタイルとかにもよりますもんね。僕はもっとシンプルなルーティーンの方が好きです。ちょっと一つだけ、ベッドを整えるということについて少し掘り下げてみます。朝一でベッドを整えるというのは、僕もやっていておすすめの朝のルーティーンです。朝からベッドを整えることで、小さな達成感を得ることができます。この小さな達成感というのが実はとても重要で、たとえ小さな達成感であっても、これを得るとき、脳内でドーパミンやテストステロンというようなやる気に関わるホルモンが分泌されます。
これにより1日のいいスタートを切れるので、朝一でベッドを整えるというのはおすすめのルーティーンです。ちなみに簡単に僕の朝のルーティーンも紹介しておきます。僕はまず起きたらカーテンと窓を開ける、トイレに行く、冷水で顔を洗ってコンタクトをつける、結構しっかりめにうがいをする、そして30度くらいのぬるま湯を 500ml 飲む、それからベッドメイキングをする、服を着替える、歯を磨く、 1,2 分くらいの軽い体操をする、そして頭だけシャワーをして髪を整える、それから朝食をとるというような朝のルーティーンを行っています。ちなみに 500ml のぬるま湯を飲むというのは一気飲みをするわけではなくて、朝食をとるまでの間に 3,4 回に分けて飲んでいます。何か参考になる点があれば幸いです。というわけで以上、モチベーションを変えるについてです。モチベーションを変えるためには3つのポイントを押さえましょう。3つのポイントというのは、心に火をつける目的を見つける、脳の燃料補給とメンテナンスを行う、そして習慣を味方につけるという3つです。では続いて3、メソッドを変える。脳に最適な学び方を学びます。そしてその学び方を実践します。この動画では特に本書から2つの集中力を高める方法をピックアップして解説していきます。ここで紹介するのは1つ目はシングルタスク。ここでは GTD についても話します。そして2つ目はフロー状態です。フロー状態に入るための5つのポイントについて解説します。ではまず1つ目、シングルタスクについて。目の前の1つのことにのみ集中する。これが脳の性質上一番効率がいいです。このシングルタスクの有用性については最近は結構広まってきてるのではないかなと思います。他のことはなるべく排除し、今していることだけをする、書類を作る、メールを返す、情報収集をする、こういう作業を同時並行で行わないことです。ちゃんとこの1時間は書類作成、この1時間はメールの返信みたいな風に時間を決めて、その時間ではその作業しかやらない。このようなシングルタスクが最も集中力を高め、結果的に全体の効率が上がります。ちなみに僕が仕事において一番最重要視しているのは GTD という仕事の進め方です。 GTD とは Getting Things Done の略です。この Getting Things Done は直訳すると一つずつやり終えていくみたいな意味です。ですので GTD は仕事について小さく区切り、正しい優先順位で一つ一つやりきっていくという仕事術です。そのように GTD では進行中の一つのタスクにのみ集中します。目の前の仕事だけに向かって集中することで効率よく物事をこなせます。僕が GTD を最重要だとしている理由は、未完了のタスクは脳のエネルギーをじりじりと消耗してしまうから、タスクを一つずつ着実に終わらせることでストレスがたまらない、心の余裕を保てる、達成感を得やすい、精神衛生上良い、そのような理由があります。そういうわけでやるべきことを一つずつ着実に終わらせていくというのを大事にしてます。もちろん人によって合うやり方とかは違ってくると思いますが、僕にはこれが一番合ってました。参考になれば幸いです。では続いてフロー状態に入るコツについて。フロー状態というのは目の前の行為に完全にのめり込むような状態のことです。このフロー状態に入ると大きな集中力を発揮できます。フロー状態に入るコツは5つあります。それは注意散漫の原因をとことん排除すること、十分な時間を確保すること、好きなことをすること、目標を明確にすること、少しだけハードルを高く設定すること、この5つです。注意散漫の原因をとことん排除しましょう。これはシングルタスクで仕事を行うとか、作業する机の上をきれいにしておくということです。次に十分な時間を確保しましょう。最低でも90分、できれば2時間です。なぜかというとフローに入るのにはそれなりに時間がかかるからです。環境が良ければ15分くらいでフローに入ることもでき、45分くらいで真のピークに達成することは一応可能です。環境が良ければそのくらいの時間で到達できるというようなイメージです。いずれにせよ長めの時間を確保しておいた方がフロー状態に入りやすいです。ですので90分から2時間くらいのまとまった時間を確保すべきです。そして次に好きなことをしましょう。フローに入りやすいのは好きなことをしている時です。これはモチベーションのところでも話しましたが、やはり心の底からやりたいこと、これに時間や労力を割くべきです。では次に目標を明確にしましょう。今は何をする時間なのかというのをはっきりさせます。目標目的が明確である方がフロー状態に入りやすいです。そして最後に少しだけハードルを高めに設定しましょう。少しだけ高めのハードルというのがポイントです。簡単すぎても難しすぎてもフロー状態には入りづらいです。少しだけハードルが高いというのが一番フロー状態に入りやすい条件です。フロー状態には中毒性があります。フロー状態の研究者であるスティーブン・コトラーはこのように言っています。
フロー状態に入ると脳が作り出す中でおそらく最強の報酬に関わる化学物質が放出される。だからこそフローがこの世で最も依存性の高い状態だと私は考えている。ですのでフロー状態を経験すればするほど熱中するのが好きになります。フロー状態を味方につけることで目標達成の確率は大幅に上がります。ぜひともフロー状態を味方につけていきましょう。というわけでメソッドを変える、脳に最適な学び方を実践すべきです。そのポイントとして2点、シングルタスクとフロー状態について解説しました。ではこのあたりで最後に内容をまとめます。 1. マインドセットを変える。自分には限界があるという思い込みを打ち破る。 2. モチベーションを変える。ここでは3つのポイントを解説しました。目的意識、脳の燃料補給とメンテナンス、習慣です。 3. メソッドを変える。ポイントは2つ、 GTD のようなシングルタスクにする。5つのコツを押さえてフロー状態のプロになる。実は体を動かすことほど脳に影響を及ぼすものはない。これが本書のテーマであり、とりわけ効果の高い体の動かし方とそのメカニズムをお伝えする。こんにちは、本解説チャンネルのサムです。今回はアンダース・ハンセンさんが書かれた一流の頭脳という本を解説していきます。この本はこんなあなたにおすすめです。賢くなりたい、やる気を出したい、効率よく物事をこなしたい、そんな方におすすめの本です。運動が健康にいいということは誰もが知っていることです。しかし運動が頭の良さや性格の良さにまで影響を与えるということはあまり知られていないと思います。本書はそのように、運動ってこんなメリットもあったんだ、これは絶対に運動しなきゃと思わされるような本です。ではとりあえずいつも通り最初にこの動画の結論を言っておきます。結論、脳機能を上げたり頭を良くするためには運動が最も有効である。運動をする、体全体と脳の血流が増える。脳内で新しい細胞や血管が形成されたり、領域同士の結合が強化され頭が良くなる、という一連の流れにより脳機能が上がる。というわけでこの動画では、1. 運動で脳が変わる、 2. やる気の最新科学、 3. 効果が高い運動のやり方、という順番で解説していきますので、ぜひお楽しみください。1. 運動で脳が変わる。運動を行う、すると体全体と脳の血流が増える。それにより脳機能が上がる。運動を行うことでこの一連の流れにより脳が変わります。そしてこれにより私たちは様々なメリットを得ることができます。運動をすると気分が爽快になるだけでなく、集中力や記憶力、創造性、ストレスに対する抵抗力も高まります。また思考の速度が上がり、記憶の中から必要な知識を効率的に引き出し、情報を素早く処理できるようにもなります。以上のことが数々の研究成果が示す運動のメリットです。著者はこのように言います。脳の機能を高めるには戦略的に運動をする方がパズルや脳トレよりはるかに効果がある。このことを研究成果がはっきりと証明している。運動を行うことのメリットは大きく2種類に分けることができます。その2種類は短期的なメリットと長期的なメリットです。運動を行うことの短期的なメリットは、運動した直後にドーパミンの分泌量が増えることです。そして運動を行うことの長期的なメリットは、習慣的に運動を行うことで脳の前頭前野が発達することです。ではそれぞれさらに掘り下げていきます。まずは短期的なメリットについて、運動をした直後はドーパミンの分泌量が増えます。ドーパミンはもうこのチャンネルの常連ですよね。ドーパミンは別名やる気ホルモン、人のやる気、活力、モチベーション、集中力、記憶力、快楽などに関わっている大事な脳内物質です。運動を終えた数分後にドーパミンの分泌量が上がり、数時間はその状態が続くということが分かっています。これが運動を行うことの短期的なメリットです。体に与える負荷が大きいほどドーパミンの分泌量も増えます。ですのでドーパミンの量を増やすためには、理想としてはウォーキングなんかよりもランニングとかの方が効果が高いです。また運動をすることで血行が良くなります。この時にもちろん脳の血流も増えます。当然これは脳にとっていいわけで、運動をすることで運動直後ドーパミンの分泌量が増えること、脳血流が増えること、この2点により私たちは運動をすることで短期的に脳機能が上がります。運動をすることで脳の血流が増える、ドーパミンの分泌量が増える、そういうわけで運動直後は数時間脳機能が上がる。これが短期的なメリットです。では続いて長期的なメリットについて、習慣的に運動を行うことで脳の前頭前野が発達します。運動をすることで脳の血流が増えたり、 BDNF という脳内物質が分泌されます。そしてこれらによって脳の前頭前野が発達します。脳血流が増えることで脳内で新しい細胞や新しい血管が形成されたり、
領域同士の結合が強化されるそうです。その結果脳機能が上がります。つまり頭が良くなります。また運動により脳内で BDNF が分泌され脳が発達します。BDNF というのは脳内物質の一つで、日本語にすると脳由来神経栄養因子というものです。この BDNF は簡単に言うと脳の栄養になる物質です。 BDNF は脳細胞の栄養のような役割を果たします。ですので BDNF が作られることで脳細胞が増えたり、脳細胞の機能を維持したり成長させたりします。また特に大事なのは、これらの過程で脳の前頭前野が特に発達することです。脳の前頭前野という部分は脳の最高中枢、一番大事な部分です。前頭前野はやる気や集中力、記憶力、論理的思考、客観的思考、行動や感情のコントロール、コミュニケーションなどを司る部分です。そういうわけで前頭前野はよく脳の中でも人を人たらしめている部分だと言われています。前頭前野が発達している人ほど他人と良好な関係を築ける、目先の利益にとらわれず長期的に見た有利な選択ができる、それらの結果社会的地位や経済的地位が高くなりやすいという傾向があります。運動をすることでこの脳の前頭前野が発達するということはとても大きなメリットです。このような運動をすることの長期的なメリットを得るための目安としては、週に 2,3 回の運動を半年ほど続けること、そうすれば自分でも実感できるほどに脳機能が上がるだろうと著者は言っています。以上のように運動を行うことで短期的なメリットと長期的なメリットという2つの側面で得することができます。また別の観点として、運動はアイディア出しにも有効です。例えばアップルの創業者スティーブ・ジョブズはよく歩きながら会議を行うことを好んだということで知られています。スティーブ・ジョブズは会議室のテーブルを囲んで話し合うよりも歩きながら意見を出し合う方が成果があると考えたんですね。実際にこれは脳科学の観点からも理にかなっています。これらの流れを受けて Facebook 創業者のマーク・ザッカーバーグや Twitter の創業者ジャック・ドーシーなど、シリコンバレーの多くのビジネスエリートたちはこれに共感し、このウォーキングミーティングを取り入れています。運動はアイディア出しにも有効です。ではここまでで一章の内容をまとめます。運動をする、体全体と脳の血流が増える、すると脳機能が上がる、この一連の流れが重要であるということ、そして運動することには短期的なメリットと長期的なメリットがある、短期的には運動した直後にドーパミンの分泌量が増える、長期的には習慣的に運動を行うことで脳の前頭前野が発達する、また運動はアイデア出しにも有効であり、スティーブ・ジョブズをはじめとする世界のエリートは運動をしながらアイデアを出すことを好む。では続いて2、やる気の最新科学。この章ではやる気と脳の関係について見ていきます。何百ものモチベーション研究で出された結論、その結論というのは、運動をすれば気持ちが前向きになりモチベーションが上がるというものです。これはなぜかというと、運動をすることで脳内でセロトニン、ノルアドレナリン、ドーパミンといった脳内物質が分泌されるからです。それぞれ解説していきます。まずはセロトニンについて。セロトニンは別名幸せホルモン。セロトニンには鎮静作用があり、それが脳の活動をも調節しています。興奮した脳細胞を沈めて脳全体の活動を抑制し、悩みや不安を和らげる効果もあります。また心を落ち着かせ、冷静な判断や強い精神力をも促す効果があります。そういうわけでセロトニンが欠如すると機嫌が悪くなったり不安になりやすくなります。このようにセロトニンは精神の安定や心の落ち着き、安らぎに関わるとても重要な脳内物質です。では続いてノルアドレナリンについて。ノルアドレナリンはやる気や注意深さ、集中力を促す脳内物質です。ノルアドレナリンが不足すると疲労感を覚えたり気持ちがめいったりします。しかしこのノルアドレナリンが厄介な物質でして、逆に多すぎると興奮したり過活動になったりして落ち着きを失ったりします。運動を行うことで適度にノルアドレナリンが分泌され、適度な量に調節されるため、やる気を高めるために運動が効果的なんです。ノルアドレナリンは別名闘争ホルモン。これは逃げるか戦うかという意味で、なぜこのように言われているかというと、大昔においてはノルアドレナリンは自分の天敵となる獣などに遭遇した際分泌される脳内物質だったからです。自分の天敵と遭遇した際に逃げるのか戦うのか、どちらかを選択するわけですが、いずれにせよ集中力を発揮して火事場のバカ力を発揮する必要があります。この集中力を高めてくれる物質がノルアドレナリンやアドレナリンであるので、これらの物質は闘争ホルモンと呼ばれています。では続いてドーパミンについて。ドーパミンは第1章でも説明した通り別名やる気ホルモン。
人のやる気や活力、モチベーションや集中力、記憶力、快楽に関わっている重要な脳内物質で、以上の3つの重要な脳内物質、セロトニン、ノルアドレナリン、ドーパミン、この3つの脳内物質が運動をすることで分泌が促されたり量が調整されます。そういうわけでモチベーションを上げるためには運動がとても有効であるということです。運動を終えた直後にモチベーションが高まり、その状態は1時間から数時間程度継続します。また定期的に運動を行っていれば分泌される量も徐々に増えていきます。運動を行うことで3つの脳内物質を同時に分泌させることができますが、一応それぞれの3つの脳内物質について分泌を促す他の運動以外の方法についても解説していきます。ではまずセロトニンの分泌を促す方法、これは主に3つあります。その3つは日光を浴びること、単調リズム運動、咀嚼、この3つです。日光を浴びることでセロトニンの分泌が促されます。特にこれは午前中であるほど分泌が促されやすいです。ですので朝起きたらすぐに朝一番に日光を浴びるということが効果的。二つ目は単調リズム運動です。これは例えば散歩とかラジオ体操、ガムを噛む、キャベツの千切りをするなどなどです。単調なリズム運動であれば何でも良いです。このような単調リズム運動によってセロトニンは分泌されます。そして最後に三つ目は咀嚼です。よく噛んでご飯を食べる、ガムを噛む。このようによく噛むこと、咀嚼することによってセロトニンの分泌が促されます。以上の日光を浴びる、単調リズム運動、咀嚼、この三つがセロトニンの分泌を促す方法です。では続いてノルアドレナリンの分泌を促す方法。ノルアドレナリンがたくさん分泌されるのは仕事の締め切りが近づいてきた時です。いわゆる締め切り効果というものです。仕事の締め切りが近づく時にノルアドレナリンが出て、これにより集中力が高まります。要は適度なストレスがかかる場合にノルアドレナリンは分泌されて脳機能や集中力を上げてくれます。このストレスの量と脳のパフォーマンスの関係性を示すものがヤーキーズ・ドットソンの法則です。ヤーキーズ・ドットソンの法則はこの図が示すように、人は不安やストレスが小さすぎても大きすぎても良くない、そのストレスの量が適度な時こそ最高のパフォーマンスを発揮できるという法則です。これの原因となっているのがノルアドレナリンです。不安やストレスやプレッシャー、こういうものが適度にある時に適度な量のノルアドレナリンが分泌されて、私たちは最高のパフォーマンスを発揮できるようになります。というわけで以上がノルアドレナリンを分泌させる方法です。では続いてドーパミンを分泌させる方法について。ドーパミンを分泌させるためには小さな達成感を得ることです。達成感を得ることによりドーパミンが分泌され、さらにやる気が高まります。ですのでたとえ小さくとも達成感を得るということが重要です。例えばこんな小さな達成感でも効果があります。朝から布団をきれいに畳んでベッドメイキングをする、こんな些細なことでも私たちの脳内ではドーパミンが分泌されています。朝から布団をきれいにするだけで気持ちいいじゃないですか。あれは私たちの脳内でドーパミンが分泌されて快感や達成感を得ているからです。ドーパミンを出すためには達成感を得ることが最重要です。どんなに小さくてもいいので、とにかく何かを達成する、クリアする、終わらせる、これを意識すると効果的です。そうすることで脳内でドーパミンが出て、快感を得ながらさらにやる気を得ることができます。エンジンがかかってきて、たくさんのやるべきことを次々に終わらせていくことができます。というわけで以上がそれぞれの3つ、セロトニン、ノルアドレナリン、ドーパミンの分泌の方法についてです。ではここまでで第2章の内容をまとめます。何百ものモチベーション研究で出された結論、それは運動をすれば気持ちが前向きになりモチベーションが上がるということ。これはなぜかというと、運動をすることで脳内でセロトニン、ノルアドレナリン、ドーパミンの分泌がされるから。運動を行えばこの3つの脳内物質を同時に分泌させることができる。さらに加えてそれぞれの脳内物質の他の分泌方法としては、セロトニンは日光を浴びる、単調リズム運動、咀嚼がある。ノルアドレナリンについては締め切り効果やヤーキーズ・ドットソンの法則を利用する。そしてドーパミンについては小さな達成感を得ることが最重要ということでした。では続いて3、効果が高い運動のやり方。最後に具体的な運動のやり方について解説していきます。脳に最も効果的な運動量とはどのくらいなのか、また最大限の効果を得るためにはどんな運動をすればいいのか、残念ながら明確な答えは出ていません。しかし実験データに基づくいくつかの条件や目安はあります。著者はこのように言います。たとえわずかな一歩でも脳のためになる、少しでもいいからとにかく動こう。はい、確かに5分の運動よりも30分の運動の方が効果は大きいです。しかしたったの5分間の運動でもそれなりにいい効果を得ることができます。だからこそ自分に合った無理のないペースで始めていくことが重要です。
運動をすることによって脳機能を高める。このためのより高い効果を望むのであれば、最低ラインは1日30分のウォーキングです。ここが最低ラインになります。より高い効果を望むのであれば、そしてさらに脳のための最高のコンディションを保とうとするのであれば、ランニングを週に3回45分以上行うことが望ましいとされています。またここでのポイントは心拍数を上げることです。ウォーキングじゃ心拍数はあまり上がりませんよね。だからこそランニングです。しかし疲れるほど運動してしまうと脳の血流量は逆に減ります。なぜかというと、血液が脳から筋肉へと流れを変えるためです。やはりこの点からも、自分に合った強度で行う、これが一番重要なんだと思います。ですので、例えば最初のうちはウォーキングから始めて、体力がついてきたらランニングに挑戦してみるというように、自分に合ったやり方で進めながら徐々にステップアップしていくのが良さそうです。また脳への良い影響を求めるのであれば、行うべき運動は有酸素運動です。有酸素運動というのは、早歩きのウォーキング、ランニング、サイクリング、スイミングなどのような、少量から中程度の負荷である程度時間をかけて行う運動のことです。脳機能を上げるための運動、ここによりフォーカスするのであれば、有酸素運動が効果的だとされています。この有酸素運動とは対照的なのが無酸素運動です。有酸素運動とは逆に、酸素をあまり取り込まない運動を無酸素運動と言います。無酸素運動は、例えば筋トレや短いダッシュというような大きな負荷で短い時間で行う運動のことです。こっちの無酸素運動でも脳血流が増えたり、 BDNF の分泌が促されたりもするのですが、その効率は有酸素運動には劣ります。ですので、脳を鍛えるという意味では有酸素運動の方が有効です。とはいえ、筋トレのような無酸素運動でも、それはそれでメリットが大きいので、両方、無酸素運動と有酸素運動の両方を取り入れるのが理想です。無酸素運動の特徴としてのメリットは、筋力がつく、疲れにくくなる、テストステロンなどの有益な脳内物質の分泌がされるというメリットがあります。ですので、自分のペースで有酸素運動と無酸素運動を組み合わせて両方取り入れていくのが理想となります。はい、ではこのあたりで最後に内容をまとめます。1、運動で脳が変わる。運動をする、体全体と脳の血流が増える。脳内で新しい細胞や血管が形成されたり、領域同士の結合が強化され頭が良くなるという、この一連の流れによって脳機能が上がる。また運動することには短期的なメリットと長期的なメリットがある。短期的には、運動をした直後にドーパミンの分泌量が増えること。そして長期的には、習慣的に運動を行えば脳の前頭前野が発達するということ。 2. やる気の最新科学。何百ものモチベーション研究で出された結論、それは運動をすれば気持ちが前向きになり、モチベーションが上がるということ。その理由は、脳内でセロトニン、ノルアドレナリン、ドーパミンが分泌されるから。 3. 効果が高い運動のやり方。脳へのメリットが多いのは有酸素運動です。高い効果を望むなら、最低ラインは1日30分のウォーキング。脳のための最高のコンディションを保つためには、ランニングを週に3回45分以上行うことが望ましい。またその際のポイントとしては、心拍数を上げることであるということでした。こんにちは、本解説チャンネルのサムです。今回は脳科学者茂木健一郎さんが書かれた、眠れなくなるほど面白い脳の話という本を解説します。この本はとてもおすすめの本です。例えばこんなあなた、賢くなりたい、仕事や学業での成果を上げたい、脳について知りたいという方におすすめの本です。本書では脳についてわかりやすく学ぶことができます。脳の話は本当に面白い、かつものすごく役に立ちますが、本書の特徴としては、やはりとてもわかりやすい、読みやすいという点があります。ですのでおすすめの本です。ではとりあえず、いつも通り最初にこの動画の結論を言っておきます。結論、地頭の良さに関わっているのは脳の前頭前野という部分である。脳の前頭前野は思考力や活力、コミュニケーション能力などを担う重要な部分である。なので、前頭前野について知り、前頭前野を鍛える方法を知ることはものすごく価値が高い。というわけで、この動画では 1. 地頭がいいとは、 2. 地頭を鍛える8つの方法、 3. AI 時代に必要な能力という順番で解説していきますので、ぜひお楽しみください。1. 地頭がいいとは。まず、地頭がいいとはどういう意味でしょうか。辞書にはこう書かれています。地頭とは、大学などの教育で与えられたのではない、その人本来の頭の良さ。一般に知識の高ではなく、論理的思考力やコミュニケーション能力などを言うです。まあ納得できるのではないでしょうか。
地頭とはその人本来の頭の良さ、特に思考力やコミュニケーション能力だと思います。じゃあこの地頭は鍛えられるものなのでしょうか。答えはもちろん鍛えられるものです。結論、脳の前頭前野を鍛えることで地頭は良くなります。脳の前頭前野、こやつは一体どのような役割を担っているのでしょうか。これはいつも話すことですが、前頭前野は脳の最高中枢であり、賢さや活力に関わっています。もう少し掘り下げると、前頭前野はやる気、集中力、記憶力、論理的思考、客観的思考、行動や感情のコントロール、コミュニケーションなどを司る部分です。よく人間らしい大人な活動を作る部分とか、人を人たらしめる部分というふうにも言われています。そういうわけで、この前頭前野が発達している人は人付き合いがうまかったり、目先の利益にとらわれず長期的に見て有利な選択ができるというような傾向があります。そしてその結果、社会的地位や経済的地位が高くなる傾向があります。ですので、脳の前頭前野を鍛えることはものすごく価値が高い。脳の前頭前野を鍛えるのは最高の自己投資と言えると思います。というわけで、地頭を良くするイコール脳の前頭前野を鍛えることであるということです。前頭前野は非常に重要な能力を担う部分ですので、前頭前野を鍛えることは最高の自己投資であるということです。以降、前頭前野を鍛える方法について見ていきます。というわけで、2、地頭を鍛える8つの方法。ではまた最初に結論から言います。地頭を鍛える8つの方法は、雑音を利用する、タイムプレッシャー、マインドフルネス、いろいろな体験をする、脳にいい栄養を取る、心理的安全状態を作る、ノーシーボ効果を排除する、アハ体験という8つです。この8つの方法によって前頭前野は鍛えられます。では順番に解説していきます。まず1つ目は雑音を利用することです。例えば、あえて雑音がある環境で作業や勉強をすることで前頭前野は鍛えられます。なぜかというと、こうすることで脳に負荷がかかるからです。特にこの方法では集中力が鍛えられます。雑音がある環境で集中することで、ノイズを無視し、目の前のことに注意を向け続ける力が向上します。そしてこの過程で前頭前野は発達します。具体的な方法としては、カフェとかリビングとかで作業勉強するといいと思います。また有名な話として、多くの東大生は幼少期から リビングで勉強していたという話は有名です。以上が1つ目、雑音を利用するです。では次に、前頭前野を鍛える方法2つ目はタイムプレッシャーです。これはあらかじめ時間を決めて、その時間内で作業を終わらせるようにチャレンジすること。こうすることで脳に負荷をかけることができ、前頭前野が鍛えられます。例えば30分でこの仕事を終わらせると決めて、タイマーで測りながら作業するみたいなことです。制限時間を設けることでメリハリがつき、作業効率が上がる上、脳も鍛えられます。以上がタイムプレッシャーです。では次に、前頭前野を鍛える方法3つ目はマインドフルネスです。マインドフルネスとは直訳すると気づきのことで、これを解説するにはもう動画1本分の時間が必要です。例えば一番オーソドックスなマインドフルネスの方法として瞑想があったりしますが、このあたりの話については以前、究極のマインドフルネスの解説動画でがっつり解説していますので、そちらでまた復習をお願いします。マインドフルネスは前頭前野を鍛える方法の中でも特に大事なものです。ですので必ず復習してほしいです。今回の動画の最後でもう一度復習について呼びかけますので、とりあえずこの動画を最後まで見た後でぜひ復習してみてください。では次に、前頭前野を鍛える方法4つ目はいろいろな体験をすること。いろいろな体験をすることで脳のいろいろな部分に刺激を入れることができます。例えばスポーツ、旅、美術、映画、飲み会、読書、散歩、もう何でもいいです。日々のすべてのインプットが脳に刺激を与えます。そして成長させます。そもそも脳は思考、感情、伝達、理解、運動、視覚、聴覚、記憶というような様々な役割を担っていますが、これらの機能をまんべんなく使うことで脳全体が活性化し、脳全体としてのパフォーマンスが上がると考えられています。そういうわけで、地頭を良くするためには脳にいろいろな種類の刺激を与えることが有効だということです。普段やらないことをたまにはやってみるというのが脳を活性化させます。そうして脳の前頭前野を発達させます。ですので、普段あまりやらないことをやってみるというのは一つ有効な手段です。また偶遇性がある体験も特に脳に良いです。偶遇性とは、結果がある程度は予想できるが完全には予想できず、ランダムな要素も含むことを言います。わかりやすい言葉で意味の近いものだと意外性とか
不確実性、ランダム性とかがあると思います。このような偶遇性がある遊びや体験というのが脳にとっていいものです。例えば旅行、人との会話、ボードゲーム、スポーツとかがあると思います。これらはいずれも偶遇性がちょうどよくありますよね。中でも旅行については、特に海外とかの知らない土地、文化の違う地域に一人で行くのが効果的です。まあ今は状況的に海外は行けないですけど、早く行けるといいですね。知らない土地とか文化の違う地域に一人で行った方が偶遇性が働きやすいので有効です。この偶遇性についてもう少し掘り下げさせてください。偶遇性があるとは、結果を予想する余地があるということです。ですので偶遇性がある遊びや体験においては、私たちは自分なりに考えて仮説を立てて検証します。そしてそれが当たったり外れたりします。そしてまたその結果に応じて再び考え仮説を立て検証します。偶遇性がある遊びや体験においては、このような脳の使い方をするので脳が鍛えられます。これが一つ大事なポイントになっています。また偶遇性がある経験においては、ドーパミンが出やすいというのも脳を刺激しやすいポイントです。ドーパミンは快楽に関わる脳内物質です。いつも話しているので今回は深掘りしませんが、ドーパミンは人のやる気、快楽、中毒性などに関わるとても重要な脳内物質です。偶遇性はこのドーパミンを出しやすいです。例えばギャンブルとかゲームとかは程よく不確実性、偶遇性がありますよね。だからこそ面白くてハマってしまうのですが、これは作り手が試行錯誤を重ねて人がハマりやすい形というのを一生懸命作っているからに他なりません。そして大事なこととして、ギャンブルについて、ギャンブルは必ず金銭的には損するようにできていますよね。これはちゃんと理解しておきたいところです。それらに対して偶遇性がありつつも、ハマればハマるほど得するものがあります。それは人生ではないでしょうか。趣味、恋愛、入試、キャリア、仕事、結婚、人生にはいろいろなイベントがありますが、人生そのものに偶遇性があります。意外性、不確実性、ランダム性があります。でもって人生はギャンブルとは違って、努力によって結果を、成果をプラスにしやすいです。辛いこととか大変なこともありますが、楽しさや喜びや達成感が一番大きいのも人生だと思います。はい、というわけで話がそれましたが、何の話だったかというと、いろいろな体験をすることで前頭前野は発達する。中でも特にいいのは、普段やらない体験とか偶遇性がある体験であるという話でした。では次に、前頭前野を鍛える方法5つ目は、脳にいい栄養を摂ることです。結論、脳にいい栄養素は5つあります。その5つとは、 DHA、 必須アミノ酸のチロシンとトリプトファン、ポリフェノール、ビタミン B6 です。まず DHA については、脳の発達を促し、脳を活性化させて記憶力、集中力を上げます。 DHA はイワシやサバなどの青魚、アボカドなどに含まれます。次に、必須アミノ酸のチロシンとトリプトファンについて、そもそも必須アミノ酸って何と気になる方は、以前の動画で解説しているので、そちらをチェックしてみてください。それぞれチロシンはドーパミンの原料、トリプトファンはセロトニンの原料になります。このドーパミンとセロトニンはそれぞれとても大事な脳内物質です。これらはどんな食べ物に含まれるかというと、チロシンはアーモンド、アボカド、バナナ、牛肉、鶏肉、チョコレート、コーヒー、卵、緑茶、ヨーグルトなど。そしてトリプトファンは豚肉、牛肉、豆腐、納豆、味噌、ごま、乳製品などに含まれます。では続いて、ポリフェノールについて。ポリフェノールは記憶力や思考力を高めます。また抗酸化作用もあるので、体にとってとてもいいです。ポリフェノールを含む食べ物は、チョコレート、大豆、緑茶、紅茶、コーヒー、赤ワイン、そば、玉ねぎ、柑橘類などがあります。次に、ビタミン B6 について。ビタミン B6 は脳のエネルギーであるブドウ糖の吸収を助けます。また脳内物質の生産を助けます。このビタミン B6 を含む食材としては、お米、じゃがいも、牛肉、豚肉、鶏肉、卵、乳製品、魚介類、野菜、ナッツ類などがあります。というわけで、つまり結局いつも話すあの辺のものを摂るのがいいという話になります。いつも話すあれです。増やすべき栄養価の高い食品は、全粒穀物、野菜、果物、魚、鶏肉、豆類、ナッツ類、オリーブオイル、コーヒー、お茶、以上が最も栄養価が高いので積極的に摂りたい食品たちです。そして次に意識して摂りたい食品たちは、キノコ類、海藻類、芋類、卵、ダークチョコレート、質のいいバター、この辺も脳や体にいいので、ちょいちょい摂る方がいいです。そして逆に、
減らすべき体に良くない食品はお菓子、加工肉、揚げ物、ファストフード。結局いつも話すこの結論に着地していきます。では次に、前頭前野を鍛える方法6つ目は心理的安全状態を作ることです。心理的安全状態とは、心理的に安全な状態、つまり危険とか恐怖、不安、未知、曖昧が少ない状態です。逆に以上のような危険、恐怖、不安、未知、曖昧などが多い状態は心理的危機状態であり、この状態だと前頭前野の機能が落ちてしまいます。ですので心理的安全状態を作ることが脳を働かせる上でとても大事です。じゃあ具体的に何をすればいいのかというと、生活が安定していること、貯金があること、生活リズムが整っていることなどが心理的安全状態に寄与します。また子どもの場合だと、親からの愛情を受けていることが心理的安全状態に大きく寄与します。また大人の場合だと、経験とかスキル、人脈、ぶれない自分の価値観なども心理的安全状態に寄与するでしょう。つまりいつも話すような健康とか価値観というような土台がやっぱり大事だということです。というわけで以上が心理的安全状態についてです。では次に、前頭前野を鍛える方法7つ目はノーシーボ効果を排除するです。ノーシーボ効果を排除するというのは、悪い思い込みを排除するということです。なぜなら悪い思い込みは脳のパフォーマンスを下げるからです。例えばどうせ俺には無理だとか、やったって意味ないみたいな、そういう思い込みがあると本当に能力を下げてしまいますし、脳の発達を邪魔する原因になります。これがノーシーボ効果というものです。ノーシーボ効果はネガティブな思い込みが能力を下げることです。ではこのノーシーボ効果への対策、つまりネガティブな思い込みを排除するためにはどのようなことが有効でしょうか。有効な対抗策としては、自分のいい面や強みを知ること、自分の好きなことや得意なことを磨くこと、目標のハードルを下げて適正にすること、周りを気にしすぎず比べずに自分の軸で生きることなどがあります。著者の茂木先生はこのように言っています。根拠のない自信でいいから持とう。最初は根拠のない自信でも努力によって実績を作り、根拠のあるものにしていけばいいと。この自分で根拠を後付けするというのはかっこいいですよね。またこの辺のポジティブとかネガティブとか自信とかに関する個人的な意見としては、私の現時点の結論は、適度に自信を持ちつつ最悪の状況は想定しておくというスタンスがいいのかなと思っています。なぜかというと、自分に自信がある方がいろいろなことにチャレンジできます。しかし最悪の状況だけは最初に想定しておかないと、後で取り返しのつかないことになると考えているからです。あとは、人はポジティブなだけだと逆に行動しなくなるという研究報告も多いからです。ポジティブな思考と合わせて現実的な視点、つまり最悪を想定するとか困難を認識するとかの現実的な視点も持つ方が行動力が上がるとされています。以上のようなものを踏まえて、私は適度に自信を持ちつつ最悪の状態は想定しておくというスタンスを持っています。ちなみにこれは心理学において現実的楽観主義と呼ばれる思考に近いです。ぜひ参考にしてみてください。では次に、脳の前頭前野を鍛える方法8つ目はアハ体験です。アハ体験とは、なるほど、わかったというような、わからなかったことがわかったり腑に落ちる時とか、あとは何かあれあれどういう意味だっけな、あれってなんだっけなという思い出せないものについて、うんうんと思い出そうとして思い出したという時、これがアハ体験です。このようなアハ体験を経験するときに、私たちの脳の回路、特にクリエイティブに関わる回路が強化されると考えられています。ちなみにこのアハ体験は英語ではアハエクスペリエンスと言います。アハというのは英語圏の人たちが納得するときや思い出すときに言う言葉でして、このアハが一番的確にアハエクスペリエンスを表すということなんだと思います。何かこうド忘れして思い出せないときって、あまりいい気持ちはしませんが、そういうときにすぐにスマホで検索して答えを出そうとせずに、うーんとうなりながら自力で思い出そうとした方が実は脳にとってはいいということです。それでもし自力で思い出すことができたら、そのアハな瞬間に脳が成長します。あとは何か本を読むときとかに、理解するのが難しい内容に対して諦めずに食らいつき、どうにか理解してそういうことかアハとなるときにも脳が成長します。ですのでぜひアハな瞬間を大事にしていきましょう。では続いて3、 AI 時代に必要な能力。最後に簡単に AI 時代に必要な能力の話もします。
結論、 AI 時代に重宝される能力はコミュニケーション能力、想像力、直感力、かっこセンス、このあたりです。なぜかというと、人間らしさこそが AI に勝てる部分だからです。人間が AI に勝てる部分としては、発明、コミュニケーション、直感、センス、発想、想像、アイディア、身体性、このあたりになります。ですので、こういった能力が今後さらに重宝されていきます。いずれにせよ、前頭前野を鍛えることが有効ですよね。なぜかというと、前頭前野はやる気、集中力、記憶力、論理的思考、客観的思考、行動や感情のコントロール、コミュニケーションなどを担うからです。やっぱりどう考えても、前頭前野をきちんと働かせることができる人が人生充実していくと思います。また、地頭がいいということは、時代の変化に対応する能力も高いわけです。だからこそ安泰です。やはり前頭前野を鍛えるのが一番賢い自己投資になるかと思います。そういうわけで、今回紹介した8つの方法で前頭前野を鍛えましょう。ではこのあたりで最後に内容をまとめます。1、地頭がいいとは、論理的思考やコミュニケーション能力が優れていることであり、これは脳科学的には脳の前頭前野が発達しているということ。2、地頭を鍛える8つの方法。地頭を鍛えるイコール前頭前野を鍛えるであり、8つの方法は、雑音を利用する、タイムプレッシャー、マインドフルネス、いろいろな体験をする、脳にいい栄養を取る、心理的安全状態を作る、ノーシーボ効果を排除する、アハ体験、この8つを解説しました。 3AI 時代に必要な能力。それはコミュニケーション能力、想像力、直感力、かっこセンス、このあたりの人特有の強みです。こんにちは、本会社チャンネルのサムです。今回は安川康介さんが書かれた、科学的根拠に基づく最高の勉強法という本を解説します。今回の目次は以下の通りです。 1. 科学的に効果が高い勉強法 1. アクティブリコール。 2. 科学的に効果が高い勉強法 2. 分散学習。 3. 科学的に効果が高い勉強法 3. インターリービングという順番で解説します。私たちはよく勉強するという行為を、1時間勉強した、20ページ勉強した、50問解いたなど、時間、ページ数、問題数といった分かりやすい指標に変換します。しかし、勉強するという行為は実は結構複雑です。学術的な研究によれば、私たちが直感的に効果的だと感じる勉強法が必ずしも効果が高いわけではないということも分かっています。本書は科学的根拠のある効果の高い勉強法について知り、実践することで少しでもより良い人生を過ごせるようになるために書かれました。心理学や脳科学の研究によって得られた客観的な証拠に基づいた勉強法を知ることができるので、おすすめの本です。というわけで、1、科学的に効果が高い勉強法、1、アクティブリコール。この章では3つのポイント。アクティブリコールとは、特に効果の高いアクティブリコール実践法、著者おすすめの博士勉強法という3つのポイントを解説します。まず1つ目のポイント、アクティブリコールとは。アクティブリコールというのは、簡単に言えば、勉強したことや覚えたいことを能動的に思い出すこと、記憶から引き出すことで、学ぶために決定的に重要なことになります。たったそれだけ、ただの暗記なのでは、そう思うかもしれませんが、アクティブリコールには教材の内容について直接聞く問題だけでなく、推論などより深い理解が必要な応用問題に対しても効果があります。おそらく多くの人はインプットの量で学習の評価をしてしまっているのではないでしょうか。そのため、できるだけ多くの文章を読んだり、たくさん講義を聞いたりしがちです。しかし、実際のところ、科学的に効果が高いとされている勉強とは、思い出す作業、アウトプットをすることです。つまり、何かを記憶するためには、それを積極的に思い出す作業や、脳から頑張って引き出してくる作業こそが重要となります。アウトプットすることこそ、記憶を長期に定着させる効果的な勉強法です。では続いて2つ目のポイント。特に効果の高いアクティブリコール実践法。アクティブリコールの有効性を示す研究報告は、実は100年以上も前から存在しています。その有用性は様々な年齢、教材、試験形式において確認されてきました。2013年のダンロスキーらによる報告書でも、その有用性を評価していて、他の学習法と比べ、特に時間がかかるわけでもなく、最小限の訓練で実践できると結論付けています。アクティブリコールには色々な方法があり、例えば練習問題や過去問を解く、模試を受ける、暗記カードやフラッシュカードを使う、紙に書き出す、学んだことを誰かに教えるなど様々です。問題を見て、ただ答えを思い出すだけでも効果が確認されています。大切なのは、覚えたことを頑張って記憶から取り出すことです。とはいえ、何を優先して始めればいいのかと思う人もいるでしょう。アクティブリコールの中でも特に効果的なやり方があるのかというと、実はこれに関して明確な結論は出ていません。しかし、思い出すための手がかりが少ない状態でアクティブリコールを行う方が、学習効果が高いことを示唆する研究は複数あります。
1989年に発表されたグローバーらによる研究を紹介します。この研究では読んだ情報を何もヒントのない状態で思い出した学生たちの方が、文章の一部が空欄になっているというようなヒントのある状態で思い出した学生たちよりも記憶の定着が良かったことを報告しました。また複数の選択肢から正解を選ぶ問題よりも答えを自分で書き出す問題を行った方が記憶に定着しやすいという研究結果もあります。英語の名詞のリストを覚える研究では、英単語の最初のアルファベットを与えられて思い出すグループよりも、白紙を渡されてできるだけ覚えている単語を書き出すグループの方が最後のテストで多くの単語を覚えていました。つまりヒントが与えられた空欄問題や複数の回答の中に正解が含まれている問題を解くなどよりも、なるべく手がかりなしに記憶から引き出そうとする作業の方が記憶の定着に良い可能性があるということです。では続いて3つ目のポイント、著者が実践した白紙勉強法。著者は内科の専門医として仕事をしていますが、医学の膨大な知識を覚えなければならないとき、ある方法を使いました。その方法とは、ブツブツつぶやいて教えるふりをしながら書き出す白紙勉強法です。この勉強法で用意するものは、自分の勉強したい情報、白紙、書くもの、たったこれだけで、やり方も至ってシンプルです。まずは英単語帳や教科書の章や段落、新聞や本など、自分が思いたい情報を読みます。その後、その情報を見ずに、覚えたい情報を白い紙にできるだけ書き出していきます。ポイントは、元の情報を見ずに、覚えたい内容を頑張って記憶から引き出すことです。ただアウトプットするだけなので、文章をきれいに書く必要もありません。そして、覚えにくい内容や難しい内容の場合には、声に出しながら書くようにします。これは、ある情報をただ黙読するよりも、声に出したりした方が記憶に残るというプロダクション効果を得られるからです。そして、さらに振りでいいので、誰かに教えるようにアウトプットすると、より効果は高くなります。これは、プロテジェ効果と言い、教える、または教えようとすることで、その学習内容の理解が深まるというものです。一旦紙にアウトプットし終えたら、次に分かっていないこと、忘れていることについて、教科書などを見直し、情報を確認します。一度読んだだけで覚えたいことを全部アウトプットできることは少ないです。できれば満足する情報量をアウトプットできるようになるまで、アウトプットしては知識を確認するということを繰り返します。では続いてに、科学的に効果が高い勉強法に、分散学習。この章では2つのポイント。分散学習とは、最強の勉強法は連続的再学習という2つのポイントを解説します。まず1つ目のポイント。分散学習とは、試験の前日に慌てて何時間も必死に詰め込んだのに、試験が終わって数日経つと、自分でも驚くほど勉強した内容を忘れてしまっている。そういった経験はないでしょうか。自分には記憶力がないと自分を責めてしまうかもしれません。でも安心してください。これは普通のことです。そもそも人の脳というのは、覚えたものをどんどん忘れていくようにできています。なぜならそれは、私たちの脳へ入力される情報のほとんどが、生きていくためには直接必要のない情報だからです。先ほど説明したアクティブリコールは、いわばその記憶を実際に思い出すことによって、この情報は必要だと脳に伝えて、しっかり覚えてもらう方法になります。ではここからもう一つ、アクティブリコールとともに脳に覚えてもらうために重要なことを紹介します。それは、一度にまとめて勉強するよりも、時間を空けて繰り返し学習するというものです。繰り返しその情報を入力、取り出すをすることで、これは必要な情報だと脳に伝えることができます。一夜漬けのようにまとまった学習範囲を、間隔を空けずに一度に続けて勉強するのは集中学習です。一方で、時間を空けて勉強することを分散学習と言います。一度にまとめて勉強するよりも、時間を分散して勉強する方が長期的な記憶の定着がいいんです。同じ内容を同じ時間かけて勉強するにしても、分散した方が学習効果が高くなります。では続いて2つ目のポイント、最強の勉強法は連続的再学習。分散学習はあくまでも勉強のスケジュールについての話です。ではどのような学習方法を繰り返せばいいのでしょうか。結論、それこそが先ほど解説したアクティブリコールです。アクティブリコールと感覚反復を組み合わせた勉強法は連続的再学習と言われています。連続的再学習が現代の学習の科学的根拠に基づく、誰でも実践可能で効果の高いやり方です。やり方としては、まず新しい範囲を勉強するときに、少なくとも1回から3回内容を思い出せるようになるまでアクティブリコールをします。その後、決まった感覚は特にありませんが、1日から1週間後にまたアクティブリコールをしてみます。この際、忘れている内容についてはもう一度知識を確認し、少なくとも一度アクティブリコールします。これらを何度か間隔を空けてまた繰り返すという感じです。具体的な例でも説明します。連続的再学習で新しい英単語20個を覚える場合、まずは英単語を見て発音しながらスペルを書き出し、日本語の意味も声に出してみます。
その後、今度は何も見ずに英単語のスペルと意味を思い出せるだけブツブツ言いながら白い紙に書いていきます。その際、覚えにくいものは教えているふりをしながら行いましょう。その時点で覚えていなければ、また英単語のリストを見て英単語のスペルや意味を確認します。再度アクティブリコールをし、覚えていない英単語をまた確認という過程を、全ての英単語について少なくとも1回はアクティブリコールできるようになるまで繰り返します。これで1回目の勉強は終了です。難しい単語の場合は1日以内にまたアクティブリコールし、忘れている単語があればまたフィードバックする。この流れを分散学習で繰り返します。では続いて3、科学的に効果が高い勉強法3、インターリービング。この章では2つのポイント、インターリービングとは、インターリービングの効果という2つのポイントを解説します。まず1つ目のポイント、インターリービングとは、科学的に検証されてきた効果的な学習方法としてインターリービングというものがあります。インターリービングを簡単に説明すると、似ているけれども異なった複数のスキルや勉強のトピックを交互に学習する学習法のことです。というわけで2つ目のポイント、インターリービングの効果。インターリービングは知識を得る勉強だけでなく、実は運動のスキルにも応用ができます。今何かのスポーツに打ち込んでいるという人にも参考になる学習法です。なぜ運動のスキルにも応用ができるのかというと、運動のスキルも脳が体の動きを覚えるという一種の記憶であるからです。例えばゴルフのストロークやバスケットボールのパス、セット、パス、サーブといったバレーボールのスキル、野球のバッティングなどは応用ができるものです。そしてスポーツだけでなく音楽の分野でも、例えばクラリネットやピアノでも有効だという論文があります。もちろん特定の知識を覚える一般的な勉強法においても、インターリービングは効果があることが示されています。一定の期間で一つの科目を勉強するブロック学習では、ある問題に対しどの概念や公式を使って解くのか分かるような形になります。一方インターリービングでは、それぞれの問題に対しどの概念や解法を適用すべきか自分で考える必要があります。より負荷がかかる勉強法です。実際の試験では問題がまぜこぜで出題され、自分で解法を探る必要があるため、インターリービングは本番に備えさせる勉強法とも言えます。はい、ではこのあたりで最後に内容をまとめます。1、科学的に効果高い勉強法1、アクティブリコール。アクティブリコールとは、特に効果の高いアクティブリコール実践法、著者が実践した博士勉強法。2、分散学習。分散学習とは、最強の勉強法は連続的再学習。3、インターリービング。インターリービングとは、インターリービングの効果という順番で解説しました。